あ、錦山。いや、ミニゲームっていうか、あれ、本戦よ。ああ、こいつあれなんですよ。本来ここで切腹しようかなって思ってたんですよ。死のうかなっ何人かて。いるんじゃねえか。ああ、でも、松重が来ましたおお、ね。組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金、使わせてもらうぜ。ここでおい、松こ重らが来なかっ聞いてんのか。たら。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか、は？あのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったく、まだ釣りの桐生が根性あったぜ。ああ、キング行っちゃっ奴たがよ、やっ桐生っちまてっいたう。ことは、まずいっちゃまずいとしても、桐生は、やっちまいましたね。これで、錦山覚醒ですよ。はい。誰に松仕留重がめこた？こ来なかったら、錦山切腹してたのに。誰が桐生よりも根性がないんだって？メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。もうここでね、もうどうなってもいいっていう気持ちで今後ね、動いていくんですよね、錦山が。ね、ここのシーン好き。錦山が髪をかき上げるシーン。うん、血で髪を整えるっそていう。の二人殺すも同じじゃねえか。そうだ。そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。返り血浴びすぎだろ。桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。これどうやって死体処理したんだろうな、松重の。第10章、愛の形。やっていきますか。もう、仕事、ないんでね。あ、ニートになったわけじゃなくて、もう休みなんで今日は。ちょっともう少しやります。そうだ、桐生、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。まあ大体もう想像つくと思いますけど、だってさ、誰が花屋のところに行ってくれないか。裏切り者かっていうのが。もう、限られてるしな、だって。桐生ってそんな交友関係多いわけじゃないからさ。もおお、お前、無事だったか。最後、どうした？お前らそんなとこで、一つ頼みがある。温まってたんかい。どういうことなんだ、桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行ったとき、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。
ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。弓は失踪中、遥と錦山が接触したこともないなら。出るぞ桐生、セレナの映像だ。ほら、4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。もう大体わかるでしょ。ああ、てかこんなとこに監視カメラ仕掛けられてるんだ。あ、チクってますね、こいつが。ほら、わかった。それじゃ、あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。だってさ、行こう、セレナ。この後マジでクライマックスが来ますよ。うん、こいつを殺そうぜ。いや、もうそれはね、する必要ない。まあセレナこの後行きますね。でも、あれ、誰もいないかな。誰もいない。なんか荒らされてますね、ビル。この幼女9歳ですよ、9歳。キリュウちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。マジかよ、見て欲しかった。あんなやつを。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。レイナって何歳ぐらいなんすかね。あいつも結構ババアに見えますけど。あなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね、私は責任を取りに行こうと思う。大島組長するでクズって呼ばれてる。そんなのあんのかよ。レーナ、シンジからかな。兄貴、シンジか。お前どうした。レーナさんです。兄貴を裏切っていたの。おい、声が。俺もさっき知った。レーナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何、今俺と逃げて。やばいやばいやばい。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー祭の河原が見えます。シンジ待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。シンジとレイナを助けに行かなければ。今の錦山はね、もう何でもするんでね、もう親友の俺であろうとね、殺そうとするんでね。ちょっとハルカと話そう。おじさん、無事に帰ってきてね。おう。ハルカのことは俺に任せろ。何心配ないさ。あ？早く行ってやれ。お前、いやらしいことするつもりじゃねえだろうな。おい、俺がいないときに。やめろよ。あ、ちょ、セーブしとけばよかったかも。まあ、いいか。ミレミアムタワーとサイの河原が見える場所とか言ってたよな。こっちか。やん。緊急事態だ。あ、大量の血痕が残っている。シンジの血なのか。やばいやばい。あ、これを追えばいいのか。うん、わかったわかった。これを追いかければ。緊急事態発生だ。短い間隔に大量の血、尋常じゃない出血をしているのか。
やばいぞこれは。こっちか。血がどんどん続いている。ここにも。さっき、キトシンジが逃げるときに流した血に違いないだろ。追いかけましょう。やばいやばい。これま、大量出血死や。こんなに血出るやつ見たことねえわ。ああ、ここにも血の量が少しだけ減ってるが、チャンピオン街に向かったの間違いない。あそこか。入り組んだ場所か。チャンピオン街。血の後、もう終わったのかな。チャンピオン街とか言ってたよな。こっちか、じゃあ。物騒なことになってんな。とりあえず焼肉食おうぜ。食うか。そうだな、体力今、どんぐらい残ってる？あ、でも前回じゃん。あ、ちょっと待って、能力強化するわ。うん。一回。だいぶ強力、てか、強化できんじゃん、これ。なんか強化しときましょう。雷神の心得。あとは、排壁の極み。これも、なんかねえかな、強いやつ。攻撃力アップ。これ解放してえな、早く。まあ、いや、これにしよう。最大体力16アップ。で、これアップして、17。18も解放しときましょうか。オッケーオッケー。で、なんか、儀の方も、なんか解放しとこう。これでいっか。周りぐるっと解放していこうかなと。レジストラディアット。なんか面白そうなんで、これ覚えさせます。あとは、なんかねえかな。この一番上は、自爆蹴り。渾身の右ストレートパンチからさらに繰り出す荒々しい飛び込み蹴り。あ、いいじゃん、これ。まあ、こんぐらいでいっかな。じゃあ、ちょっとうまいもんでも食いに行きますか。なんか、ここにね、あるんですよ。あの、ワイルド？うん。ワイルドジャクソンってやつ。なんだよ、これ入れねえのかよ。ざげんな、お前。あ、あったじゃん。牛丼屋。これ行こう。牛丼屋。あ？うわ！は、なんか入れなかったわ。俺、出禁されたんだ。おい、もう、こんなやつに構ってる暇ねえのにさ、どうしてくれてんだよ。俺、牛丼食いてんだよ。あ、これか、今の。え、めっちゃ強いやん、これ。うん。これ、やばい。え、今のを習得したおかげで、これができるようになった。強すぎだろ、これ。あらゆる敵も。うん、この藤川。お前、藤川球児、何やってんだよ。プロ野球選手引退したからって、ゴロつきになっちゃって。もうプロ野球ファンの俺としては悲しいよ。おちょっと牛丼屋でタムロすんのやめてもらっていいですか。え、閉まってんだけど、いけない。なんで？いけない。あ、こっからか。いらっしゃいませ。てか、体力マックスだからいらねえわ、思ったけど。いらねえわ。ヒートアクションたまんないでしょ、だってここ。バフ？え、ヒートアクションも上がるっけ食ったら。わかんないけど、ちょっと待って、一回セーブするわ。うん。この後多分ボス戦があると思うんで。よし。これ一番最初ですよ。1ですよ。いわゆる、竜が如くの。攻撃力アップとか防御力アップとかつけられる。しょうがねえ。願掛けに食っとくか、じゃあ。うん。宝くじ当たんねえだろ、どうせ。いらっしゃいませ。しょうがねえ。特上ちょっと食っとくか。一つ。これ以上食べれない。なんで食べれねえじゃねえかよ、これ。体力マックスだと食えないっぽい。時間の無駄だったわ。今これしかないんだよな。ちょっと薬局行っていいっすか。薬局。うん。スタミナンロイヤル、これはまあ5個ぐらい買っときましょう。これだけあれば多分大丈夫。あとは、
タフネスエンペラーを一つ買う。いや、あと一つ買うか。うん。さっきね、もうお金めちゃくちゃゲットしたんでね、全然余裕あるわ。まだ93万も残ってる。いらっしゃいませ。お前、俺出てきてんだよ。ちょっと、お前に話しかけてね、俺ドアに話しかけたんだよ。よし、じゃあ、はるかじゃね、間違えた。レーナとシンジを助けに行きますか。チャンピオン街、待ってるよ。どうや、お前。シンジ、待ってるよ。俺が行くまで死ぬんじゃねえ。この先か。ちょっと、そこどいてよ。もうなんだよ、これ。そんな釣れないこと言うなよな。パチンコで負けちゃってさ、ちょっとぐらい金持ってんだろ。あ？いやよ、お金なんてないわよ。ほう？じゃあ、ホテル行こうぜ。俺に気晴らしさせてくれよ。やばいやばい、変なもん見ちまった。ええー。なにこれ、このサブストーリー。助けるか。見ちまったもんは仕方ねえ。もう即退散させてもらおう。てめえやるってのか？町のチンピラ。女が困ってるんだったら助けるしかねえだろ、おい。佐伯。おい、佐伯又三郎。キャハハ、弱。大丈夫か？ちょっと、何するんですか？ん？え？ほら、誰だこの男？知らないわよ。ちょ、何これ？この野郎。血は喧嘩始まったんだけど。知らないうちに男作りやがったな。なんか勘違いしてんだけど。違うんだって、純ちゃん。もう信じ死んだやろ。あ、すまん。余計なことしちまったか。俺はてっきり。ああ。ちょっと悪いね、なんか変なところで助けちゃったわ。うわっ、覚悟はできた。ドス出しやがった。ナイフかこれ。ちょっと純ちゃん、やめて、口調と顔が合ってないんだけど。落ち着け、落ち着け、やめてー。やめろ、ちょっと叫ぶなお前。警察が来たらどうすんだよ。あ、え、キャッ、やばいやばいやばい、え、これ篠原じゃねえこれ。おい、ちょっとお前さあ今のうちに逃げて。あー、こいつ出てくんのか、っていうか極みで。やめろ。このサブストーリーで出てくんのかよ。やばいやばい、女が。こちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。クソ棒呼びだし、親からはきっちりとお将棋しないと。違うんだ、人の話を聞け。おい、どうすんだよ、こんなやつに構ってられねえのに。こら、あ、警察来ちゃったじゃん。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの血は喧嘩ってやつだね。あいつ表情全く変わってねえじゃん。あの二人がカップルってことは、脅してたチンピラってのはお前か？ちげえよ。は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。ああ、違うんだ。やばいやばいやばい。一緒に警察に行きましょう。は？は？私も勘違いをした。あなたも勘違いをした。さげんね、俺さっきまで部署にいたのにまた入んなきゃいけねえのかよ。何言ってんだ、お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？
理解できてるやつが俺しかいねえじゃん。女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。でもあの口調からしてさ、おかしいだろ。俺に喧嘩をふっかけてきたんだ。一発やらして気晴らしさせてくれとか言ってたよな。すみません、ホテル行ってとか言って。お騒がせして。そんな会話すんなよ、こんな外で。この顔のでかい男が急に入ってきて、チンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか。すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、さあ。何してんだよこいつ。あんたには迷惑かかっちまった。いえ、それにしてもすごい技だったな。腕ひしぎで十字固めでしたっけ、今の技。では篠原さん、最近は。やっぱ篠原なんだ。お気をつけて。こいつ顔でかいっすよね、リアルでも。篠原、背もでかいっすけど。なんで名前を。あんた有名なのか。現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしました。棒読みすぎだろ。本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。おいおいおい、シンジはどうしたよお前。そんな案内する案内してる暇ねえだろ。よろしくお願いします。ちょっとやめて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 。これまだ続くの。どこか行きたい場所あるのか。ちょっと俺と一緒に戦ってくれよ、この後。どこでも案内するってわけにもいかねえが、体動かしたせいかちょっと腹が入りましたね。まずは腹ごしらえといきましょう。飯か。よし、それなら焼肉だな。案内するぜ、ついてきてくれ。おい、シンジはどうしたよ。あ、でも篠原いなくなりましたよね。多分焼肉行ったら、焼肉屋行ったらサブイベントが続くってことだと思うんで、今回はちょっと一回置いとくわ。うん、なんでこいつら倒れてんの。シンジの頭ならもうここにはいねえよ。ホテル街に逃げたらしい。シンジさん、手負いのくせに俺たちが束になってもかなわないとはな。惜しい人だ。ホテル街、あべ、ちょっと篠原一緒に戦ってくれ、俺とこの後。ホテル街ってどこでしたっけ。ラブホテル街ってどこでしたっけ。あ、ここか。オッケー。あー、めんどくせえやつに絡まれちまったよ。お前いいサングラスしてんじゃねえか、よこせそれ。よし、俺は新しい必殺技覚えたんだよ、この飛び膝切り。飛び膝っていうのか分かんないけど、この柔道のなんか受け身みたいな技。よし、おい、阿部、おい、阿部晋三、何やってんだよこんなとこで。かつて日本のトップに立った男がこんなとこで。情けねえな本当に。昭恵夫人に見捨てられたか。言った。は？うわ、橋本知事もいるよ。よし、行きますか。どげ、お前、お前らに用ねえんだよ。あ、まただ。出血の量も増えてる、危険だ。焼肉行って回復しようぜ。やだよ、焼肉確かにここなんだけどさ。あー、やべ、近づいちゃったじゃん。キャー、ついたぜ。カムロ町で焼肉と言ったらここだ。うわ、高そうなお店ですね。いいんですか、ご馳走になっちゃって。ザゲンな、お前が払え。
冗談ですよ。お金はちゃんと持ってますから心配しないでください。そうか。じゃあ入ろう。いらっしゃいませ。はい。牛を丸ごと1頭全部ぐらい持ってきてください。え、わかりました。お前これ食わしてやる代わりにさ、戦えよこの後。タレと塩がございますが、じゃあ両方で。両方、それはつまり2頭ということでしょうか。かしこまりました。めちゃくちゃ食うじゃん。まあ、大食い企画とかにね、たまに出るんですよね、篠原さん。俺、この人好きだよ。うん。面白いし。とても美味しかったですよ。いい店ご存知ですね。豪快な食いっぷりだったぜ。牛を丸ごと2頭とはな、どんだけ食ったんだよ。さて、それじゃあ次はどうするか。お酒が飲みたいですね。酒か。それなら雰囲気のいい場をしている。そこへ案内しよう。まだまだ。いやだな、何を言ってんですか。違うでしょ、桐生さん。何？神室町です。この人、キャバクラ行くんすか？結婚してますよね。一度キャバクラに行ってみたかったんです。いい機会なんて連れてってください。妙に堂々としているな。この辺だとジェルか。そこに行ってみよう。ちょ、シンジだよ、シンジ。シンジを助けねえと。ちょ、待って、またなんか絡まれてる奴がいるんだけど。何やってんの、こいつら。まあいいや。ちょ、ジェルなんかどうでもいい。シンジはどこ行った？ホテル街。もう死んでんだろ、あいつ。うわー、絡まれてしまう。だがここは逃げ切る。持ち前の脚力で。あー、こっちに続いてますね。血がどんどん続いてる。ここら辺か。どこだ？ホテル街。あ、何これ。なんだよ、サブストーリーっぽいなこれ。おい、てめえ。あ、ヤクザだな。何？俺たちはお前らのようなクズから街を守るために結成されたギャングバスターズだ。なんだそれは、 B 級映画の真似事か何かか。それに俺はヤクザじゃねえ。ヤクザじゃないだと？そんな嘘で俺たちをまこうってのか。見苦しいんだよ。嘘じゃねえ。うるせえ、ギャングバスターズの力思い知らせてやる。観念しとや。何言ってんのこいつら。え、バカなのこいつら。何ギャングバスターズって。お前、ワスミもいい加減にしろよ、お前。俺を誰だと思ってんだよ。堂島殺した、堂島の竜やぞ。うん、本当は殺したのはあれだけど、錦山だけどさ。何がギャングバスターズだよ。しんどけよ、俺。こいつ、当たり屋してきたやつに似てんな。うん。たく、いきなり襲ってきやがって、一体何なんだ、お前らは。ああ、最初に言っただろう。俺たちはギャングバスターズだ。この街に、お前みたいなヤクザ連中を退治する連中だ。だから俺はヤクザじゃねえって。それにギャングとヤクザじゃ少し意味合いが違うんじゃねえか。何？うるせえ。そんなもんどっちも同じだ。もちろん他にもメンバーは大勢いるからな。この仕返しはきっちりとさせてもらう。覚えてろよ。まだいんのかよ。そんなことより、シンジはどこだよ、シンジは。ホテル街、この近くだと思うんだけど。この裏かな？ちょっと行ってみましょう。あー、なんかまた手つないで。これは炎鉱の匂いがプンプンしますね。どげよ、お前。炎鉱すんな、バカ、お前。こっちだ。あー、もう、ヤクザ来た。もう、さっきのギャングバスターズ、こいつらをとっちめろよ。うん。よし。おめえなんかな、これで十分なんだわ。この植木鉢で。たぐ、せっかく植えてきた、そう、植木鉢を育ててきたさ、人に、感謝の気持ちを持って、感謝の気持ちっていうか、謝れよ、お前、おい。うし、ハイキック。
多分ここだと思うんだよな、ここら辺。一回セーブしとくか、バッティングセンターのとこで。キャバクラはちょっと後で行くわ。うん、ちょっと待って、どこどこ、シンジも死んじゃってるでしょ。うん、まあ、ちょっとあんまりあれなんだけどさ、うん、死ぬ死ぬ言ったらここら辺だと思う。ああもうめんどくせえな、ここか、違うか。どこどこ、シンジ、シンジどこに行ったんだよお前、シンジ、信じ、あーでも違う、うん、ほらドケドケドケっつってますね。ここら辺かな、あちげえよこれ。信じと篠原、信じに決まってんだろ。好きだけどさ、篠原はちょっとどこにいんの。ホテル街つってたよな、また遠行してるやつら、くっそ邪魔できで。ここら辺だと思うんだけど、タクシーがありますね。ああ違うか、違う、今血に見えた一瞬。もうチンピラ多すぎなんだよ、飲んだくれが。たくこんなとこで運動してる暇があるんだったらな、別のとこにエネルギー使えよ。本当にストレスの発散の仕方が下手くそなやつらだな。そのエネルギーを仕事で使え。よーわ、いた。はあお前なめんなよ、伝説のチンピラ桐生一馬をよ、おい。立ってやボケナス、おい。いた、は、うし、いやこれめちゃくちゃ気持ちいいわこの技。新一のイベント、キャバクライベント進めないと起きないなわけねえだろ。ちょ待って、本当にこの辺だと思う、てかこの辺つってたもん。ここかな。あいつホテルの中入ってレイナとパコパコやってんじゃねえの。クソが、もう見損なったぜシンジ。お前血はブラフだったのか。お前これケチャップだろどうせ。ああもうまた絡まれた。これ違うか。あなんか来た。ここか。雑居ビル跡です。あ、来た来た。サイの川の近く。バッティングセンター。あ、こっから行かないとダメだったんだ。バッティングセンターの裏だって。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。なんでこいつ。あれなんだ、命令口調なんだよ。よし、あそこだな。お前らに構ってる暇。ああ、もう。なんだよこいつ。えなりかずきみたいな顔してんな。やばい、強えぞこいつ、やばいやばい、えなりかずきクソ強えんだけど、だが俺の前では関係ない。こんなやつもワンパンよ。お前ちょっとうっせえなマジで、本当にちょっと分からせる必要があるみてえだな、壊し屋で。うぜえマジで、おい、うっし、いいよお前筋肉バスター、よしやめて、おい近藤さんよ、新選組局長近藤勇よ。よし行きましょうか。行かねえよキャバクラは。
ここか。俺さっき行ったし、ここ。ん？ここか。あ、これか。おそらくシンジはこのビルの中にいるはずだ。早くシンジを見つけなければ。やっと見つけたよ。兄貴、今ビルの屋上に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。わかった、すぐにそっちに向かう。よし、助けに行きましょうか。大丈夫かな。なんだここ、何もねえ。とりあえず屋上行くか。なんかあんのかな、ここ他に。なんかアイテムとか落ちてたりとかしないんかな、ここのビル。なんか目ぼしいものが。なんかないっすかね。ないか。ないか。まあいいや、じゃあ屋上行きましょうか。屋上、階段があるのかな。こっちか。あったあったあった。この階段を信じとレーナは上がっていったのだろうか。来た。ああ、昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと？アラセの兄貴？そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。誰だこいつ、アラセの兄貴。何とかして終わらせるぞ。もう兄貴何人いるんだよ。おじきだか知んねえけど。あーもうここキャバクラだな、ある意味。あー男のキャバクラ。てめえ、俺今俺やばい、シュシュシュ、俺は今虫の居所が悪いんだよ。悪いけどな。容赦しねえぞおい。やめて、お前つかませろ、つかませろ。やべ、クソが、お前壊してやる、すべてを叩き潰す。うし、うれ、ちょっとどこにタックルかましてんだお前。うれ、小林、たく世界の小林、巨人のあいつ頑張って練習してんのか。お前そんなんだからレギュラー取られるんだよ、銀次郎に。おい山田哲人、今年はしっかり頼むぞ。あんだけお金もらったんだからよ。よし、シンジはどこだ、シンジは。シンジが気がかりでしょうがねえ。よし、強すぎだろこれ。マジで気に入ったわこの技。次はお前だ、アバよ。うれ、おめえか次は津田。この大ダメージよ。お前そこの立派なリーゼント大事にしやがれ。まあちょっと潰してあげたけど。さてと、この先か、こっちか。うわっ、あ、銃持ってるやつがいるじゃん、めんどくせえ。よこせそれ、チャカ。借りるぜこれ、チャカ。ちょっとよくれ。え、てか自転車ある、ちょっとこれ拾いたい。あれ、これチャカ拾えないのかな、無理か。まあいいや、じゃあこれでいいわ。壊れた赤い自転車、なんでこんなとこに自転車置いてあるんだよ。誰、あ、やべ、おい、かかってこいよ。刀と自転車がどっちが強えか思い知らせてやるよ。おい、自転車の方が強えだろ。おい、身をもって思い知れ。おい、古びたトス。あ、お前そんな近距離で撃つとか舐めてんのマジで。うん、舐めてんの。よし、グリグリグリっとね。
俺は容赦しねえぜ。シンジのためだったかな。何でもし、あ、いやいや、もうやめて。うわぁ、めっちゃ食らったんだけど。何やってんだよ、福田総理さ。福田武雄さんさ。くそ、お前。させるけよ。敵の攻撃、敵の武器を使ってうまいことかわしていく。リーゼントを掴んで蹴ると。なんだこれ、え、建築資材版。やば、これめっちゃ強そう。あー消えちゃった。うわ、いるし。谷川、俺の塾の講師で谷川ってやつがいたんだけどさ、すげえ嫌なやつだったよ。暴力振るうし、塾の先生で、すぐにね、気に食わないことがあるとね、怒るんすよ。あの、同じ同級生でクモンやってるやつがいてさ、その人数学の先生だったんだけど、クモンやってるとさ、もう途中式さ、解かずにさ、もうそのまま答えすぐ言っちゃうやつがいてさ、あの先生が一生懸命黒板にさ、途中式とか書いてんのに、それで答えすぐ言っちゃってさ、もうついにブチ切れちゃってね、机大パンしたっていう伝説の塾講師谷川、忘れもしねえぜ。さてと、次やっていくか。おい宮沢賢治、いいし聞かせろよ。おい牧野、おい、ちょっと漢字は違えけど、あの日本代表の牧野、サッカーの、お前こんなところで何してんだよ。よし、筋肉マスター。あばよ、拳でや、蹴りでは俺に勝てるかもしんねえけどな、拳じゃ勝てねえよ。OK、やっと屋上に行けそうだな。行きましょう。お、なんか置いてある。なんだこれ、ビールケースだって。あ、違う、こ、あ、タフネス Z、 こんなとこに置いてあった。こっちか。お、あ、まだいんのかよ。しょうがねえ、おめえ、ビールケースで相手してやるわ、これで。それよこせ、ちゃか。うわ、この西本ってやつ、なかなか、は、うわぁ、腹撃たれた。よし。まだかよ、屋上、長えな。シンジのおじき、ここまで来たのかよ。よくレイナ連れてこんなとこまで逃げ切れたな。握力強すぎだろ。悪いな、今の俺はもう手加減できないんだわ。ああ、誰だバカって言ったやつ。バカお前だろ。よし、おい出てこいや、ホームラン打ってやるよ。うわっ、くっそ、お前不意打ちはせこいぞ。人間がやることじゃねえ、たくよ、こうやって正々堂々戦おうや、人間だったらよ。よし、立てやボケなす。おい、この先か、あ違うか、こっちか。バー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 、あ、何何、あ、チャカ持ってるやつが、お前なめんなよ。今の俺は無敵よ、叶うやつは一人もいねえ。完全にゾーン入ってるからね。あ、なんか置いてある、これはスタミナロイヤル。おお、いいね。なんか一つここにもあったような気が、気のせいか。このテーブルをしてね、本当の大パンってやつを食らわしてやるわ。おい出てこいよ、ビビリども。この先か、あ、もうこれ終わりかな。あー、もう机持っていけなかったよ。移動ステージが変わっちゃうとね、消えちゃうんすよね、アイテム。どこだ、こっちか。え、何これ、ちょっと待って、標識が、ああ何これ、やばいやばい、大丈夫だこれ入って。いった、お前さ、ここ女性専用部屋っぽいんだけど大丈夫なの。入っちゃってさ、何男、やばい、シュ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 
死んじゃう死んじゃう。一回回復しよう。オッケー。小川、小川を倒していく。菅野、菅原。よし。おい。あばよ。いいね。あとお前が今度こいつも始末しておこう。これ金が入るとかだったらマジでうまいんだけどな。金が手に入んないから。スキル溜まってきましたね。使っていきたいですね。この辺か。これどこ行けばいいんだ。あ、いたいたいた。お前さ、よくも腹打ってくれたな。オッケー。気持ちがいいなこのゲーム。倒せるようになると、お、銃手に入れた。古びた拳銃。クソがお前、ショットガンとか。おい銃で撃ち返してやったよ。さてさて、お、待て、え、嘘、古びたショットガン、やばいやばい。え、めっちゃ強いこれ。あー、もう銃なくなっちゃったよ。これ弾数少なすぎ、もっと入れとけよこれやるよこれあ、クソ、俺が持ち上げたんかと思ったわやばい、回復しよう。で、強化しとこう。なんかここら辺を強化しよう。レッドヒートゲージ追加2、これ使おう。オッケー。てめえおい、さっきはよくも、あ、ちょっと回復しよう。タフネスダブル Z 使いましょう。うわ、全然効かねえ。こいつタフだな、なかなか。よし、うん、おい、あ、これ弾がねえやつだもんよし、俺のコンボ技を見ろ。やばい、クソ、なかなかやるじゃねえか。てかこれ別にこいつ倒さなくてもいけんのかな。階段、オッケー。てめえおい、うえ、立てやおい。オッケーオッケー。あ、来た、屋上。え、まだあんの。どこだシンジ。おいシンジ、いたら返事してくれ。キリュウが来たぞ。待ってろシンジ、死ぬんじゃねえ。よし、久保田を倒す。そしてナンパ、お前何突っ立ってんだよ。仲間がやられてる姿を見て自分から倒しに行くという気持ちが湧いてこねえのか。おい、だからいつまで経っても下っ端なんだよお前。こっちか。飛ぶ。え、案外しょぼかったな。もうちょい飛ぶのかと思ったわよし、強っ銃もう、うざげんね。俺も撃つぞ、これ。お前、これ銃。さてと、この先か。もうゴールじゃないか。あ、まだいんのか。くっそがまい。拳で語り合えよ、おい、たまにはよ。お前、ちょっとこっち来い。投げ飛ばしちゃうな。ね、ここの敵でもめっちゃ強そうだな。なんかビビってたからさ。いた、ほらお前、最後はお前らの拳銃でとどめさせてやるよあれ、これもないのかな。クソ、ねえじゃん、もうこれ弾が。もうこのドラム缶でこの中に入れてやろうかお前。ブーブー、あばよ。次はどこだ。こっちか。あ、こっちか。これ飛ぶ。あー、飛ぶのか、こうやって。バーバーバー、撃たせねえぜおい。で、これ拾ってこれを使って倒す。こっちか。おい、どうよ、お前らはこうやって攻撃してたんだぜ、人のこと。痛みを知れ、バイナルトのペイン。いらねえわこれ。そのショットガンよこせ。
汚せこれ。いや、一つのなんか、なんだこれ、ボス級のやつが来たな。まだかこれ、くっそがお前、痛みを知れ。あ、やべ、まあ、くっそ、お前そう簡単に。あー、てかこれう、やべえな。お、うわー、めっちゃ食らったんだけど。やべえ、これ足りるかな回復。次のところでそんなにダメージ食らわなければいいんだけど。ドラム缶で。おい、よけ、ねえ、やめてそれ、ほんとに。やべえ、おい。やばいやばい。くそ、こいつめちゃくちゃ強いやん。ちょっとたまにはラッシュでもやるか。なわけねえだろ。電車のクレジャーでカードゲームのカード落としたあいつの声に聞こえたか。ラッシュモードのさ、ヒートアクションって出しづらいっすよね。やばい、やめて。くそ、これ使うか。もう撃つなよ、クソが。お前このドラム缶でお前なんかな、やっつけられんだわ。だがお前の命あともう少しだ。メイドの土産にこれ持って帰っとけ、ドラムか。よし、よけれねえだろこのドラム缶は。あ、死んだ、オッケー。あとはこれどうすんだろう、飛ぶのか。よけた。最だったら俺との戦闘でもよけとけよ。キリュウの声優の人ってあれなんだよね、もう素が、うん、素があれなんですよ、あのキリュウの声らしいんですよね。やっと来た。あ、シンジ。あ、兄貴、死にかけじゃねえか。邪魔しないでください。黙る。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。本当だよ、お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って、錦山組ですよ。登場会を裏切ってる、うん、あのこいつら裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたけ撃てよ。シンジは撃てて俺は撃てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。あ、ちょっと待って。ああ、これ左に掴んでる死体は、あーれーな、殺されちゃってる。さっさと弾いて終わらせろや。てめえ、おい、これは切れますな、マジで。ちょっと桐生本気モードとなりますか。ちょっと桐生の感情はね、俺に比例する、俺の感情に。レイナかわいそうだよな、マジで。たく、まずはこいつだ、これを使う。ねえ、もうほんとやめろ、お前殺すぞこの鉄パイプでよ。おい、まずはこの稲垣五郎、お前スマップやめたからってさ、ほんとにこんなとこでやってんじゃねえよ、ヤクザ。ちょっと待って、ちょメリケンサック使おうかな。メリケンサック使うか。一回回復しよう。ちょ、一回使ってみたかったんだよね。これで、まあ、まずはこの鉄パイプでもう一発。よし、ヒドタをぶっ放していくと。おい、ねえ、やめて、本当に。よしよしよし、何でもしますから。オッケー。いいね。ちょ、鉄パイプを使った後にね、メリケンサックで。もう撃つなよ、お前。
この橋本。よし、くそ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 、だが大丈夫、いけるいける。篠原は関係ねえ。うれえ、おい、もうこいつは残しておく、アウトイン。もう打ちすぎなんじゃこいつ。こいつ殺すわ。ああ、オッケー、もらうぜ、チャカ。おれー、いや、プレゼントだよ、俺からの。よし、くっそ、お前、あとはお前一匹だ。悪いけど本気で行かせてもらうぜ。こっちにはメリケンサックがあるんだよ。そんな銃より強いな、このメリケンサックよ。やばい、これめっちゃ強いからな。舐めたらあかんで、本当に。舐めたらあかんだよ、マジで。この威力を存分に思い知らせる。うわっ、くそ、うわー、めっちゃ避けんじゃん、てめえ。おい、この威力よ、ガードしてても無理だぜ。くっそ、ダッシュモードでいくか。あんま強くねえのかな、メリケンサック。うぜえ。この距離でも当ててくるってすげえな。よしよし、隙があるんでね、撃った瞬間が。もうこれクルインバチでさ、撃ってくるの強すぎないか。よし、避けていく。お前ダンサーの方がいいって、ヤクザになるんだったら。ああ、このステップワークよ。ああ、これもはめたわ。このステップワークよ。ああ、ボクサー並みの、これはもう世界取れますわ。うら、おい、くっそ、おい、当たるけよ、このステップワーク。当てることは不可能。くそ、よし、追い込んだ、追い込んだ、当たるかよ。よし、効いてる効いてる。うわ、そろそろちょっと回復するか。お、いい、面白いのあんじゃん。なんだこれ。ねえ、もうさ、これで対等になるっていうのに、このチンピラで。これで殴っていくわ。壊れた台車、これと一緒に壊らさ、ちょっと壊してやるわ。おい、うわ、こいつめっちゃ受けんじゃん。あー、壊れちゃった。もろすぎだろ、この台車。くっそ、うわー。しょうがねえ、使うか、そろそろこのスタンガンをよ、禁断の。ちょっと使いたくなかったけど。まあ、こいつ人を殺してるからな、殺すぐらいだったらね、麻痺させる方がマシだわ。悪いな、ごめんごめんごめん。全然軽い方やろ、これ。二刀流のチャカとかうざすぎて、マジで。おい、どうや、電撃の味は。気流湯、あ、やばい。あー、スタンガンなくなっちゃった。いつまでそのガードが持つかな。ザー、なんか武器ないかな、面白いやつ。あとはこれ、傘とか。傘って武器なの。これちょっと使ってみるか。どうなんだ。あ、でもリーチ結構あるね、思ってた以上に。痛い。ねえ、もう打ちすぎなんじゃ、お前弾どんだけあってね。おい、この紳士がさ、これねえ。やめてやめて、こいつさ、時々あのエグザイルのあのポーズしてない？あの、わかる人いる？あのポーズ。絶対意識してんだろ、これ。ああ、クソが、お前
ランニングなんとか、それかもしんない。うん。さすがラスボスだ。シンジを倒しただけあるぜ。チューチュートレインじゃなくて別のやつ。もういいや、ラッシュモードでいくか。このステップワーク。オッケー、効いてる効いてる。こいつ必殺技何してくるんですかね。多分絶対あるんだよ必殺技。やばいやばいやばい。ちょっと酔ってる酔ってる。何これ、これは古びた拳銃。お、いいのあんじゃん。くそがまい。あ、これもう、あ、弾切れのやつか。いらねえわこれ、弾切れてたこの拳銃。つかみたいな、つかみたい。てめえおい、あ、くそ、殴れなかった。やめて、撃たないで。こう、くそ、あぶね。うわー、めっちゃ避けるやこれ。何の戦いだよこれ。やばいやばい、これがヤクザの戦いか。人類最強と呼ばれるこの男たちの戦い。オッケー。ちょっとヒートアクションで攻撃してえな。なんかてめえ逃げてんじゃん。ねえ、もうラッシュで行くか。やっぱラッシュが安定っぽいな。回復する。あー、やべえ、でもだいぶ減ってきちゃった。そろそろ経験値が53溜まってますね。これ使おうかな。どこ行った、消えた、あ、いたわ。くっそ、甘い。ねえ、ここまで。くっそが、うわー、やばい、撃たないで。あ、なんかあった、ビールザル、この樽で。だー、おめえなんかこのビールザルで十分なんだよ。おい、食らっとけこれ。めっちゃ避けるやんこいつ。全然当たんねえ、恐ろしいほど。これマシマ以上に速いんじゃないのこいつ。もうやだ。お、なんか新、あ、まだ持ってたのこの傘。うん、いらね、これ拳で勝負した方がいいわ。でも銃の威力あんまないっすからね。うん、これも地道にやるしかない。地道に地道に地道に。うん、オッケーオッケー、よし。うわっ、あっ、お前させるかよそりゃ。やばいやばい、早くやれ、くらっとけ俺の極み。よし、結構ダメージ与えられた。立てやボケだ、すごい。よし、うわ、なんで当たんないの、バケモンかこいつ。どっから当てたんだよ今。ダメだ、回復しよう。ちょっと待って、ビール缶で攻撃する。え、何、いやいや、今何連続技出したんだけど。くっそ、ついに相手も追い込まれて覚醒してきやがったか。ちょっと、うわー、ねえねえ、やめやめて、待て、新技出してくんのやめて。くっそ、お前だー、動き回るしかねえ、なんとか。当たんのそれ、やばい、追い詰められてきた。これは大型のビールの前輪。なんでこんな落ちてんだよ、誰の前輪だよこれ。くっ、お前、ねえ、いやこれ無理やん、マジで、これガチできつい。あ、チャンス。
これマジでやばいばい。スウェーで避けていくしかない。オッケーオッケー。全然当たんねえ。全然当たんねえ。おかしいだろこれ。うぜえマジで。この走り方マジ気持ち悪いんだけど。連打あんましない方が良さそうだな。うん。オッケーオッケー、よしよしよし。で一回避けて、うん、俺もう動き続ける、こうやって、うん、これで移動する。あ、オッケーオッケー。あべんでバカお前。避ける避ける。くっそやばいな、そろそろ。ここ当たんないでしょ。何これ。お前かかってこいよ。こっちにはな、大型のバイクの前輪があるんだよ。怖えだろこれが。ああどうしよう、かかってこいよ。え、何あいつビビってんの。止まった。え、動かないんだけど。死んだ。よし食らっとけお前。よしビビった末路。オッケー、結構ダメージ入れられた。立てやお前、こっザコが。よし、くそ。いやいける、今ので結構ダメージ与えられたからな。お前これがバイクの前輪の火力よ。あ、やめて、くそ。それやめろ、それやめろ、やめてやめて、回復。あ、よし、くそ、避けんなマジで。全然当たんねえ。オッケーオッケー。もうその回転して銃撃つの卑怯すぎる。ステップワーク、これを巧みに使っていく。絶対に錦山より強いわこいつ。あ、追い込んだ。くっそ、何、危なっ。オッケーオッケー、よし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 。当てれるもんだったら当ててみろよ、この世界最速のスピードによ。あ、もう俺が立ち止まった時に撃ってくんなよ。誰にでも休憩ってのは必要なんだよ。バカめ、当たるわけねえだろそんな攻撃。よし神回避、すごい戦いだなこれ。ドラゴンボールの世界や。これヤクザなんですけど、ただのヤクザと仇の戦いなんですけど。くっそ、ここで回復されたらきつい。 OKOK、 よしし。まあでもこいつ一発めっちゃダメージ与えるっていう攻撃はないから、その分まだ楽だ。あ、ピヨったピヨった。くっそ、治るの早いな。もうちょいだもうちょい。このハードモードのアラセを倒せば快挙だ。ああ、これは間違いなく龍が如くガチ勢だ。いって、俺は龍が如く、え、コミが如く。オッケーオッケー、いいぞいいぞ、そのまま打っとけ。よっしゃー、おい、やっと倒したわ。レーナ、まあ、死んじまったのか。シンジ兄貴。え、お前俺との戦いの時に何があったんだ。すいません、最後まで。シンジ、風間のおやっさんはアケビって、おった。
預けました。アケミ。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴、これを。指輪じゃねえか。お前もしかしてアケミに渡そうと。お前。シンジ。シンジ過ぎたああ、死んじゃったな、シンジ。そうなんですよ、シンジ死ぬんだよ、ここで。先般篠原第11章神器、もうちょいで終わりますね、うん、もう終わらせるか最後まで。このペースだったらもう終わる。残念だったな、シンジとレイナは。ああ、遺体ここに運んだんだ。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああすまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。ああ、しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。アケミ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、キリュウ。まあな。風俗。ここ何年か奴が通ってる店がある。マジか。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確かアケミなんだと。ただしそんな高い女と付き合ってたのかよ。店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万。バカじゃねえの。モデルやらが働いているんだ。選ばれた坂口アンディじゃん。おじさん、ソープって何？え？うん。その。お前知ってんだろ。そうやだ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや。それとも少し違って、その…おじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ…困惑してるよ。嘘、私どこどこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。うわー、こいつ俺のことからかいやがったわ。こりゃ一本取られたな。これは一本取られたな。桃源郷に入るにはやばいな。桃源郷の会員、じゃあもう性の知識とか知ってるんですね。うん、どうすれば子供が生まれるとか。うん、昔働いていた。やばいな。今はピンク通りの進んでるな。あの社員、新名に会えば早く手に入るかもな。しょうがね。じゃあ行くか、その桃源郷のカードを持ってる社員っていうやつのとこに。桃源郷で生まれたのが春日一番。あ、そうなの。春日一番って龍が如く7の主人公ですよね。桃源郷に行くには、あの、とりあえずカード、会員証が必要みたいなんで、その会員証を持ってると思われる人にね、これから会いに行こうかなと。一回100万とか、どんだけ気持ちのいい女なんだよ。うん、だって風俗ってことはやらしてもらえるっすよね、本番マジで。うん、一発100万円の本当に気持ちよさ味わえるんすかね。想像がつかねえな。うん、まあでも芸能人とかがあれとか言ってたからな。うん、芸能人とやったって気持ちいいわけじゃねえからな。とりあえず回復アイテム買っておこう。そうっすね、この通りに多分途中であるんで。
クレス、クラスの一人にさ、クラスの、クラス、でも付き合うんだったらクラスで一番可愛い女の子ぐらいのレベルで正直いいわ、俺。うん。あまりにもなんかね、整いすぎてるとね、ちょっと見るぐらいでいいわ。うん、そういった、本当に美人、本当の美人っていうのは、モデルだとかね、女優とかやってる人たちは。うん。よし。そんぐらいで俺ちょっと、もう妥協しとくんで、そういった彼女いたらね、ちょっと募集しときます。よし。てか、経験値めっちゃ溜まったよ。後で使うか。ここに確か薬局があった、あった、あった。ちょっと買っていきますか。ジェル行かんの？どんだけ風俗？風俗？俺、だから新しい風俗行く。桃源郷っていうとこ。うん、ちょ、先にこっち行くわ。ありがとうございます。あとは。いらっしゃいませ。だって、ジュエル行ったら篠原と行くだけじゃん。うん。ありがとう。OK。こんだけあれば十分だ。やる前提で、いや、そういう目でさすがに見てないよ、俺は。うん。俺は見てないっすよ。あ、ちょっと一回セーブしたいな。まあ、いいか、てか、セーブしたからいいか、さっき。うん。ショーの直前で。なんとかなるやろ。ここか。これかな？神明はいるか？ええ。奥にいます。桃源郷のカード持ってるやつ。ちょっと合わせてもらうぞ。ここはキャバクラですかね。うん。こんばんは。私神明って言います。うわ。指名してくれてありがとう。こいつ亡命者じゃねえの。日本人じゃねえな。俺は中国人かな。お飲み物は何になさいます？神明。いきなりですまないが。はい。何でしょう。桃源郷の会員証。こういう声優って日本人がやってんのかな。あなた、なんでそれを。サイの河原で聞いたんだよ。会わなきゃならない奴がいるんだ。だが、もう時間がない。頼む、明美に会わないといけねえんだ俺は。でも、私からのお願い、受けてくれたらお渡しします。なんだ。私、本当は密入国者なんです。ああ、やっぱりね。それで密入国者だって。警察に捕まりそうになって。このままじゃ、絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら、弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。はい。父が日本で作った愛人の子です。今は私と一緒に暮らして。神明ちゃんはここで働いて金を稼いでんのか、その弟のためにも。一人でその弟。桐生さん、人弁士って知ってます？何、ションベン士？この町にいる偽造屋です。うわぁ。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人。偽の人弁からそう言われているようです。偽のパスポート作る場所だって。コピー野郎とは違うのか。はい。その人がすごいのは、裏の戸籍まで完全に。犯罪じゃん、やってること。完全に大丈夫なんこれ。私、ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。桐生さん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに任弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう。人が良すぎだろ、桐生さん。俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。もう神明脅せばいいじゃん、こいつ、この女。
お前密入国者ってバラされたくなかったら桃源郷のカードよこせって言えばよくね。ジュエルそこの勘弁してくれ。嘘だろ。行きたくねえんだよそのジュエルとかいうさキャバクラに。篠原に会わなきゃいけねえじゃん。結局行くのかよ。あいつの顔見たくないんだよ今は。ちょ一回セーブしますわ。これどっちが優先されるんだろうな。あのメインストーリーか篠原か。沈むように溶けてゆくように、二人だけの空を広げる夜に、ここか。来ましたよ。彩香はいるか。いらっしゃいませ。お客様。あ、これは篠原じゃない方ですね。うん。ご指名入りました。メインストーリーの方が進んでますね。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んで。これシリコン入れてんだろ。いや、今日はちょっと聞きたいことがあってきたんだが。人弁士ってやつ知らないか。え、何それ。社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。本当かよ。それ新しいお笑い芸人おめえ本当に知らねえのか。あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う。もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいか。いつまでしらばっくれんだお前。邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの。お兄さん、これからが楽しみなのに。悪いな、お前じゃ立たねえわ。うん。お客さん。こっちの方が上玉じゃん。感情を頼む。彩香が何か失礼でも。いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。そういうもんなんすかね。すまんな。キャバクラってまたいらしてくださいね。なんだろう、付き添い代とかないの。はい、何も頼まなかったらさ、あれなんすか、別にお金払わなくていいんだ。ここか。何これ、謎の怪しい男。お釜野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、やばいやばい、やべえ男がジュエルに入っていきますね。今のやつら何者だ。店に向かって行ったか。ちょっと行きますか。何か怒ってるみたいですね。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけ。やっぱこいつ人弁士ってやつらしいじゃん。あ、やばいやばい。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる。おお、お姉さん。弱っこいつら。女二人にやられてる。ダサすぎだろ、謎の男。大丈夫かお前。ようやく本性を現しやがったか。第三公園がいつもの取引場所だ。
おそらくそこに逃げ込んだね。お、ありがとうよ、教えてくれて。切り刻んでやる。第三公演ですね。いい、私は関係ないですよ。彩香ちゃんとママ、何が何だかさっぱりですよ。今ジュエリーに戻ったとしても、経営してねえじゃん、これ。誰も接客してくれる人がいねえじゃん。もう篠原は諦めろ。さてと、第三公演でしたっけ？行きましょうか。強くなれぬ理由を知った。キリュウちゃん、キリュウちゃん、キリュウちゃん。キリュウは世界一強い。どうやおめえら。世界一キリュウに逆らうとどうなるか分かってんのかお前。今日は頑張ったからソープでも行くかだって。そういうもんなんすかね、やっぱ社会人ってのは。うん、やっぱえ、何これ。あ、やってる。観念するんだな。最近どっからその刀持ち出してきたんだよ。メラがパスポート横長。海賊にでもなるんですか。こっちは商売上がったりて困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。ナマスって何。ナマズじゃなくて。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はね。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待って、こいつどこかで見たと思ったらキリュウじゃねえのか。何片言だし。キリュウだと。まあね、マフィアの一部か、こいつ。細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか。ぶっ殺すぞ。しょうがねえ、こいつらに恩を売るためにもね、戦っていきますか。ほら、そんな強い獲物持ってどうするよ。結局あっ、いいってお前。ない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 、なんか棒が落ちている。うん、これ使っていきましょう。いった、お前なんかこの角材で十分なんだよ。おい、やばいやばい、もう角材使わせてって。おい、え、めっちゃ広い広い広い、リーチがやばい。だからちょっと動きが遅い。どんだけくるくる回ってんだよお前。ちょ、頼むから、ま、真面目に戦ってくれ。うん、やられちまうぞこのままじゃ。うん、これ強いな。あー、なくなっちゃった。やばいやばい、ちょっと一回強化しようか。うん、能力強化、ちょ、戦闘中ですけど、なんか面白いのないかな。チャージレッグ、渾身のためキックができるらしい。あとはこれスウェープラスに、あ、できないか、まだチェンジポイント回避、これで、お、いきますね。よし、あとはなんか心のやつで芯、なんか解放できるやつがあればいいんだが、常時発動中のやつがいいわ。うん、レッドヒートパワー1、これは強い。そして根性パワーアップ、ヒート状態での反撃ダメージを増加させる。あ、いいねこれ。あと一つなんか体で強化しとくか。攻撃力5、いいね、攻撃力が5。よし、十分強化できた。やっぱ暴力といえばこの杯でしょ。ああ、杯これよ。いた、これパチンとね、頭悪いやつ。この音が気持ちいいんだよな。いい音奏でろよ、バイナルトのサゴンウゴン。よし、やめて、ちくしょう、お前このなんて読むんだ、核、こいつをまず先にぶっ倒す。このモブキャラ、よーし、あとはお前だけだ。やべ、剣には剣を、相手してやるぜ、チャンバラごっこ付き合ってやるぜ。よし、おい、かかってこいよ。おい、ちょ、ガードしよう一回、打ち終わりを狙う。 OK、 うわ、こいつなかなか反射神経あるな。よし、おい、
あー俺の刀壊れちゃったよ。やばいやばい、くそ、おいまずい、いってえな、おいパッ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 パラッパッパッパッ、アイラブニッチ、おいさせるか、よし極みいいの入りましたね。あとはそこら辺に落ちてる、これを投げるんですよね。刀はね、刀はね、切るものじゃなくて殴るもの。あ、ちょっとそれやめて、あ、これで終わらせてやるお前、よし、あばよ、 OK、 うこれで人弁士に恩を売って、助かったわ。あなた人弁士に頼み事があってきたんでしょ。ああ、本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明にやっぱこいつやってたみたいですね。本当にあいつがしばらくこの町で働けるように。わかったわ、ママお願いしていいよね。まさかお前も知ってたのか。さっきのお店で待ってます。というわけで、これで彩香に恩を売ったことで、彩香にパスポートを作ってもらえるんで、神明の。うわ、ちょっと死にかけなんだけど、やばいやばい。そこら辺に牛丼、スパイス王子ってやつなんだこれ。激辛カレーフェア、マックス10倍、挑戦者求む。あ、いいじゃん、これ。おい、挑戦者だから食わしてくれよ。おい、くっそ入れねえ。誰か腹が減って死にそうだ。誰か、なんか食える店、あ、ここは何これ、え、これ何、喫茶店、こんな場所にあるんだ。ドリンクは何になさいますか。でも回復しねえじゃんこれ。山崎ティーハイ、あ、でもこれお酒ですかね、ハイボールかな、なんか適当に買っとくわ。あ、フードメニューとかあるんですね。エビとタコのアヒージョ。とりあえずこれ高いんでこれ買いましょう。バカかこれ。いいだ。うまいね。全然回復しね。ありがとう。まあだけど腹の調子が治ったみたいですね。うん。一万ドーニャンズ、2000年前から愛してる。8000年過ぎた頃が、ブン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 。一回セーブします。フロントといえばスパゲティ。そうなんだ。これで篠原に会ったら笑うわ、さすがに。あの、さっきのジュエル行って。そこのお前、待てよ。あ、でもさすがいないですね。よかったよかった。止まれ。よし。できてるか、例のやつは。これがお望みの品よ。もうできてるみたいですね。偽造パスポートを手に入れた。キリさん、まあ俺が使うわけじゃないし。あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかはわかりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。何？どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録、あ、てかこいつが人弁士だったのか。卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。誰だそれ。
まさかそれはあの女か。私が話せるのはここまでです。まあもう分かったよ、うん、私たちはこれで。あの女だよ。こんばんは。ちょっと龍が如くやってます。お、日付も変わって朝になってますね。さてと、行きますか。一夜明かしたんかな、あのキャバクラで。やるな。うわ、ちょっとスルーします。ちょ、一回、ここに逃げよう。ああ、もう、ざけんなよ。もう、出禁にさせられてんのかよ、この街。全然入れねえんだけど、飲食店に。ああ、てか、そもそも入れないか。あのハンバーグ屋。あ、やべ、ちょっとバッテリーがやばいやばい。ちょっとバッテリーが少なくなったっぽい。うん。ちょっと充電しないと。よし。ヒートアクション溜まってるから使ってやるよ。残る相手はお前だ。おい。ちょっと充電します。よし、ジュエルもうさっき言ってさっき言ったからね、もう多分今篠原に会えないと思うけどね、うん、さてとこっち行きますか。ここかな、これか。あ、いたいたいた。キリュウさん。ほらよ。偽造パスポート渡した。ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ、桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？お前まさか持ってねえとかじゃねえだろうな。実はふざけんな、このアバズレ。お前何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。お前体で払え。譲った相手ってのは水野さんって人です。誰だよ。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。知らねえよ。優しくしてくれる俺に桃源郷の、もうこれだから女は。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。信用ならねえよ。七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これは MEP？何かの役に立ててください。何これ、イタリア製高級ネックレス。では私はこれで。ありがとうキリウス。しょうがねえな。 MEB でしたっけ。行きましょうか、そのビルに。ビルっていうか場所に。もうこんな高級ネックレス視野で売ってやるわ。ああ、桃源郷のカードの方がどちらにせよ高いんだからさ。こいつらはスルーしといて。こっちか。救急車が。何かあったか。まあ俺はと、あ、ここか。ここか。なんだここ。これ？この街の、あ、水野だって。私にお任せください。いろいろこいつが持ってんすかね。お前、水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から。よこせ、キャバクラの会員証。なんであなたが神明よ。いや、一発やりに行くんだよ俺は。芸能人の女と桃源郷の100万の価値のあるセックスをよ。神明に会ったんですね。そうですか。
まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかない。はお前話がちげえじゃねえかよ。あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。おい新兵衛、おめえから言えよ。ちょっとこいつ話が通じねえよ。わかりました。新兵衛があなたを信用したのだったら、いけそう。ないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りします。は？え、金払うの？会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが。まあそうなんだけどさ、50万ってとこでどうでしょう。高いよバカ。お前さっさと出せよ。これ10万だったら買えるかな。これいや50万は高すぎだろ。これさっさと出せってやったらどうなんだろう。ちょっと聞いてみるか、うん、だって本来だったら無料でもらうはずだもんね。そうですか。うん、そんな方にはお譲りできません。残念ですがお引き取りください。ああ、お取引する気になりましたか。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位。分かった分かった。10万ってとこでどうでしょう。10万ってどうだ。でやってみよう。うん、いくらなんでもそれはできないです。もう30万だったらいけるかな。桃源郷の会員証50万ってとこでどうでしょう。30万でどうだ。仕方ないですね。何かお困りの。ああ、30万で買えるのか。これ仮にお金がなかったらさ、また金稼ぎしないといけないと思うとマジやってらんねえわ。さっきお金結構手に入りましたからね。新名の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。いやこれ後で売るから、うん、もう使ったら。あ、今度また新名に会ったら。いえ何でもないです。気にしないでください。では。何か言いたげだったけど、あ、なんか落ちてる。こんなとこに、え、脳天落とし。メスキングカードのカードじゃん。脳天落とし。うわー、もうチンピラ来てよ。おめえらに桃源郷のカードは渡さねえ。お前らに100万の女とやる価値はね、権利はね。よし。目の前にジェルあるやん。もうジェルのことは忘れろ。ああやばいやばい、しゅ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 。やばい、こんなとこで死んだら女とやれねえ。死ぬわけにはいかねえ。よし。あーもう死にかけになっちまった。頼む、一発やらしてくれ。あーこいつタバコ持ってそう。うん、持ってないな。でもちょ、牛丼が食べたい。牛丼がこの辺に牛丼があるはずなんだが。焼肉でも食べるか、篠原と一緒に。やばい、うわ、焼き肉に逃げる。ちょっと下がら。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。いらっしゃいませ。ここで腹ごしらえするか。一番高いの食っときゃ回復するやろ。特上ハラミで、うん、特注。なんてことだ。うまそう、やば。よし、前回食事結構いいな、うん、薬より結構安上がりで体力回復できる。あ、これであれですかね、多分これか。あ、なんか今すぐ逃げろや、キリュウちゃん、お前妙な連中に狙われてるで。俺がお前をずっと見張っとるとき、いつも近くで見かける奴らがおるんやけど、今日はシャレんなら人数揃っとる。このままじゃや、この前やったらお前もジョーちゃんも大ピンチや。そいつらをまくええ方法がある。公園前でタクシーに乗ってくるや。これ絶対詐欺だろバカお前。
ああ。桃源郷が開く夜まで時間があるし、兄さんの指示に従ってみるか。アホか、こいつ。どうする、これ。あ、てかもう、乗るしかないんだ。うわ、めんどくせえ。絶対無理だろ、これ。ん？あんた、キリュウさんだろ。話は聞いてるよ。さあ、乗ってくれ。これ、絶対来るって。うん。仕掛けてくるよ。これ、はめられてるよ。マジマの兄貴に。狙われてるって、お前にだろ。うん。ここに来りゃ、俺を狙う連中を負けるって話だが。そりゃちゃうな。追ってうまくのはこれからや。なに。俺、団体さんがお出ましになったで。おい、やっと追い詰めたぞ、桐生。この時を待ってたぞ、桐生。たった10年臭い飯食ってた程度で、お前のしでかした罪が消えると思うなよ。元同時間組の連中か。ああ、なるほどの、しつこい奴らやと思ったらそういうやったんや。終わった喧嘩をいつまでもズルズルと引きずっとるや、なんて小さい奴らへの。真島の兄貴は邪魔しないでください。これは身内の問題ですから。そんなん関係あらへんわ。俺とキリュウちゃんの喧嘩を邪魔する奴は許さへんで。ってことは、一緒に共闘してくれるのかな、これは。うん。おぉ。そういうことかよ。たくあんたらしいな。くそ、舐めやがって。構わねえ、二人ともやっちまえ。おぉ、いいっすね、これ。この展開は。まだいいわ。元堂島組組員。てかお前らマジで残党いたんだな。うん。よし、やばい。ちょっと掴むのだけやめてくれ。あ、でも戦ってる戦ってる、本当に。お前こっち来い。よし、まずは投げ飛ばしで。この石川ってやつが親玉か。うん。よし。いってー、お前、チャカ使うだよ。痛い痛い痛い。金属バットも禁止だよ、お前。拳のみだよ。うん。戦うんだったら。オッケー。もうザコを倒す。周りの、こいつ、加藤。加藤清正。OK。これがマジで気持ちよすぎる。うん。うし、クソ、ガードされた。OK。次はお前だ。いいってな。お前さ、今にも海賊船に乗りそうな刀持ちやがって、地上に出てくんな。海で戦え。OK。次はお前だ。出口。よし。あともう全部倒したんじゃないか。あとは、あ、いたいたいた。こいつか。浅田。強っ。真島やられてんじゃねえかよ、お前。大丈夫かよ。撃たれてんぞ、腹。お前一人でもどうにか、何棒立ちしてんの、こいつ。やる気あんの、こいつ。もう味方になった時は頼りになんねえな、こいつ。俺がやるしかねえ。笑ってる場合、って誰が撃った、誰が撃った、あいつジータに這いつくばりながら撃ってた。くっそ、なかなかやるじゃねえかよ。くっそ、地味に体力あんのうぜえなこいつ。よし、あ、撃ってる撃ってる撃ってる。おい、その銃下ろせや、ボケ出せ。やばいやばい、やーん、これマジマ戦え早く。いつも俺を苦しめてるみたいにさ。これはねえ、やばい、シュ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 、おい、ほんとに仕事してんのか、あいつ。これはゴルフクラブ、木製ドライバー、これ強そう。もう俺狙うぐらいだったら真島の兄貴狙えよ。よし、いいよ、このリーチの長さ。あー、なくなっちゃったよ。がまい、いつまでそのガードが続くかな。うわっ投げ技もできんのか、器用なやつめ。ちょ、回復しとこう、一応なんかあった時が心配だわ。なんか落ちてねえかな、こうドラムか、これでいこう。あー、だがちょっと距離がある。オッケーオッケー、真島が踊りになってくれてる。2人とも何をやってんの、食らっとけこれ。よし。よし。やばい。これはまずい。
覚醒し始めてる相手が。オッケーオッケー、いいよいいよ、いいぞいいぞ、マジマキリュウコンビで行こうじゃねえか。マジマの攻撃当たってなくね。判定クソすぎねえ。よしよしよし、やっぱ2人だとね効率いいね。でも1人がおとり役になって、うん、オッケーオッケー。敵だと厄介だけど味方いてててて、味方になるとこれほど心強いことはね。よし、あと1周ゲージが。お前中は殴るもんじゃねえんだよ、撃てよ、いってー。ちょ、一応念のため回復しとくか。ベー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 、よし、後ろ向きや、おいおい、いつも俺はこういう立場で戦ってんだよな。やばい、うわ、こっちでくるくる回って、うわー、しぶてえなこいつ、海に沈めてやろうかこのまま。落ちろそのまま、海のもずくとなれお前。よしよし、もうちょいだ、あ、終わったな。え、本当に落ちんじゃないの、うわだい、兄貴兄貴死んだようになってんだけど。まあ、あいつは生きてるやろ。うん。そういうやつなんすよ。どうせ復活するんで。真島浮かんでこないが、まさか。気にしていても仕方がない。今は風間のおやすさんのことも気がかりだ。一刻も早く桃源郷に行こう。結局スルーっすか。あいつ頑丈なんで大丈夫っす。さてと、どうしよっかな。薬局一回寄るか。回復しよう。うわ、あーめんどくせえやつになっちまったよ。もう篠原以上、篠原並みにめんどくせえやつが来ちゃったよ。よし、つつい、よし、今日どうしようかな、どこまでやろうかな、この章終わったらやめようかな。確か13章まであるんですよね、ストーリー。うわ来てよ、多分もう少しで11章が終わると思うんで。あと2つ、そしたら。よし、でもこの後難しいミニゲームだとか戦いないと思うけどな。オッケー、やります。いや俺は別にいいんだけど、みんなが最後まで見てくれるんだったらやります。明日休みだからね、仕事、朝まで全然やっていいんですけど。あ、そうか。何してんだ俺、ちょっと回復しないと。薬局だ、薬局。あー、もう、なんでこんなにいるんだよ、人。不良よ。あ、アルチキダウンロードしときましたよ。うん、まだやってないけど。ゼロ、おい。
しお前こっち来い。うわやばい、しゅ回復しとこう。別に死んでもそんなあれデメリットないですけどね、うん、思ったけど、ここで死んだとしてもこれでも食らっとけおい。そういやモンハンのオンラインプレイって2月1日5時まで、あ、じゃあもうできないんだ。ダウンロードしてるからもうまだできるとかじゃなくて、もうその時間になったらできなくなっちゃうんだ。よし、やべえ、なかなかそこら辺の不良と違ってやるじゃねえかお前。クソ壊してくれるお前。まあソロプレイだっていった。ダメだな、壊しがやっぱソロに合わねえわ、うん、あ俺紳士の傘まだあれ装備してたんだ。もう死にかけになっちゃったじゃねえかよ。俺も仕事だが見るか。やばい。じゃあやるか最後まで、今日最後までやりますわこれ。まあでも多分わかんないです。運良ければ3時過ぎぐらいで終わると思う。うん、この多分この後そんなショー長くないから多分。俺のプレイにかかってるんですけどね、すべて。よし。まだいんのかよ。宇都宮哲也、おい。ああ、お前これでも食らっとけよ、おい。弱。お前そんなパンチで俺に挑んできたんだよ。挑んできたのかよ。ああ、ちょっともうなくなっちゃったじゃん。飲み物が、ああ、だってこの辺にあると思うんだよな。よし、薬局が。いらっしゃいませ。スタミナロイヤルをもうちょい買っときますか。ありがとう。いらっしゃいませ。あとはなんかタフネスエンペラを2つ。ありちょっとあと1つ。これで。あり次は桃源郷ですよ、桃源郷。ただその前にちょっと回復しようかなって思って今ここに来た感じですね。さてと行きますか。じゃあうわーもうだるいって、もう来ないでよチンピラくんさ。よし、もうあれよ、お前らと戦うのね飽きてね、もうあくびじゃなくてゲップが出るわ。ああどうしてくれるんだよおい。お前ディスナーに死んで詫びろ。よし行きますか。もうちょいだよもうちょい。うわまたいるよこいつら。スルーするわ。これ上行って逃げる。やばいこいつら足速い。うわねえっつってんだろ、もう金は。もう、俺襲うぐらいだったらそこら辺の、なんかサラリーマン襲った方が金手に入んだろ。頭悪いんかな、こいつら。よし。やばいやばい。タグよ、おい。よし。これでホームラン打ってやるよ、特別に。覚悟しろよ。
え、しかも釘バットだし、これやば、痛そう。釘あれじゃん、打たれてんじゃん。釘バットってさ、どうやってあれなんだろう、どうしてこういうことになったんだろう。わざと打たないでしょ、だってどういう経緯でこのバットを作られたんだろう。あれ、こっちか。こっちですね、目的地。ようやく手に入れたようだな。ああ。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ、9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、はるかを連れて桃源郷へ向かってくれ。は？はるかを連れて桃源郷へ向かう？しょうがねえな。お前、9歳の女の子には刺激的やぞ。はるか。行くぞ。おい、風俗だぞ。キャバクラじゃねえんだぞ。いいのか、俺のやってる姿とか見せても。まあいい、社会見学か、社会勉強するか。ちょ、お姉さんに教えてもらって、うん、将来お前もこういった場所で。まあでもやるんだよな、こういう。もうはるかはやっちまうんだよ。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは簡単にたどり着けない楽園の名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間めっちゃ追いかけてくんだけど。ああそうだな。ここかな、ここですね。めっちゃ終わりだよ。ここか。桃源郷。おお、それっぽい場所来ましたね。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので絶対に迷惑はかけない。かけてんじゃねえかよ。かしこまりましたもうちょいやり方あっただろ。ああ、頭いってんじゃないのこいつまあいい、これ入れるようになったんで行きましょうか。明美の場所こっちかな、上ですかね。行こう。え、行くの、行っちゃうの近かな。割り早か、早かじゃねえ、間違いはるか。あ、でもついてきてますね。うん。こっちかな。いや、どこだこれ、わかんねえ。ここ。ちょ、適当に入っちゃったけど。あ、誰だこいつ。マイコです。で、お客さんを小連れ、悪いけどそれじゃ困るわ。ちょっと待って、やばいやばい。どこっすかこれ、やばい、わかんねえ。ちょ、片っ端から入っていくか。もう入れないな。入れてる。ここやばいやばいやばいやってる最中に入っちゃった。申し訳ありませんが、ただいまこちらの方と接客中なので、分かったらとっとと出てってくれよ。せっかく金貯めてきたのに台無しじゃねえか行こう。どここれ、こっち。お、ひょっとして社会見学だったりして、みんなびっくりしたでしょ。きっと明美姉さんもびっくりするわ。明美はどの部屋だ。
一番奥の部屋よ。当店ナンバーワンって紹介されてるからすぐにわかるわ。行ってみてよ。一番奥だって。ここ入れんのかな？無理か。一番奥。あ、ここっぽいですね。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いかにもなんかビップルームみたいな感じで。ありましたね。土下座してんだけど。あけみです。シンジはこの女を取ろうとしていたのか。シンジから聞いてないか。キリュウ、あなたが。ああ。それじゃあシンちゃんはもう。そう。最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。シンジ。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。やっぱりあの指輪は結婚指輪だったのか。いいの、私の方こそごめんなさい。え、お前タバコ吸うのかよ。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ。近江連合の寺田さん。近江連合、あの100億を、本当にあれか、もらおうとしているやつ。まあ100億のうちの2割ぐらい。場所は島田と山分けするやつじゃん。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。ん？しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の四代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。なんだ、嫌な予感がするわ。いい音聞かせるや。お前かよ。いい音聞かせるやじゃねえよ。しかもダンプカーで来やがったこいつ。マジかよ。こいつさっき海に落ちて死んだっていうか倒れたはずなのに元気あるな。何が分かったの？分からんが、ここで待ってろ。はるか。おじさん、何なの？何なのって言われてもな、もう来ちまったよ客人が。ロビーへ向かえ。これ下に行くのに敵倒さないといけないのか。しょうがね、相手して、うわー、お前一発目からそれ、やべだよ、本当に。マジ萎えるからさ。危な、よし。おれおい。俺さっさと先進まねえといけねえんだよ、俺は。よし。今のバタ足何だったんだ。そういう倒し方すんの。すごいな。一瞬キリュウが持ち上げられてやられんのかと思ったよ。オッケー、どんどん行くぜ。よし、よし。あとは、あ、終わったか。このローションボトル、なんつーもん持ってんだよお前。やばい、いってー。
ざけんねよお前、やり返したら。ババ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 、お前この部屋入っとけ。ああ、女とやっとけよ。俺はこんな安い女とはやらねえけどな。俺は一番奥のアケミっていう部屋さっきまで入ってたんだぜ。羨ましいだろこの二人同じ動きしてんだけど、笑ったわ笑うわこりゃよし、あめんだよ。おめえらが来るには100年早えよこの店。ちょ、進みましょう。ロビーこっちか。お前か太田、なかなか生きのいいやつじゃねえか。食らっとけこれ。よし、うえ、なんだ、え、やばいやばいやばい、ハンマーとかあるんだけど、怖い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 これやばいって、骨折れるって。よし、さてと次の部屋行きましょうか。こっちかこっちか、これ部屋だと。古びたナイフ、おい、ナイフの味はどうだ。オーケー、ナイスコンボ。あ、やばいやばい、やめて、危ねえワンパン、これヒートゲージあったらワンパンできるやつだな。いや、こいつもう飛ばすか。あ、倒す必要ねえ。先進めるんだったら進みましょう。よし、来た。島の兄貴。よお、ケルちゃん、探したで。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。真面目ってイケメンだと思うけどね、うん、真面目な話を言うと。いやです、私他に好きな人が。なんだと。ごめんなさい。あ、あ、真面目やめろそうか、正直な子やそれで意味あかんねえよなこいつ。答えないで、早行き。風俗ってみんなこんな格好してんの、こんな薄着して。俺は正直もんが好きなだけや、人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい、真島の女になるって言ってたらどうなってたんだ今。邪魔が入るよった、ここで蹴りつけようやないの、ケルちゃんよ。しょうがねえな、戦ってやるよ。五郎ちゃんよ。あ、でも結構体力あんな。でもあいつに比べたらまだマシだと思うわ、さっきの一つ前の。やばい、あ、でも早い久々にやるけど、まずはチンピラモードで攻めていく。やばいやばい、くっそ、まい、やっ、まずい、ちょっとこいつコンボがあるから。え、ちょ、引きすぎなんじゃマジで。やっぱ化け物だな、俺が怖い。これ使うか。あー、あんま入んねえな、思ってた以上に。ラッシュでいくか。とか言うね、そう、ここの打ち終わりを狙っていく。くっそ、お前笑ってる場合ちゃうぞマジで。よし、
こいつさえ突破できればあとは余裕だ。やべやべべ、それ強すぎ。後ろに回る。オッケーオッケー。うわマジか、それやめてくれ。クソ頑張り、めっちゃ回復するや。あーでも結構ダメージ与えられた。やべえな、これかなり長期戦になりそうな気がするな。おい兄さんよ、あっぶな。よし背中に一発入れていく。うわー、あぶね。いやとか言うね、この打ち終わりを狙う。避けてんのか当たってんのかわけわかんねえこれ。うわっ、えない、あまずい、早い早い。うわーやられた。やっぱハードだとめちゃくちゃ早い。食らっちまったか。クソお前逃げ場ねえぞ。今避ける場所あったか。外事かよこいつ。ガードするんだったらまだしも。よしよしよし、やばい。避けていく。やめてそりゃ。あぶね。はるかとこの風俗場は何やってんだよ。そこで見てるとか、お前らちょっと警察呼んでくれ警察。もうやだこいつと戦いたくね。極力何これ皮膚ガムいらねえよこれ。誰からもらったんだっけ。なんか道具落ちてないかな。道具道具何でもいい。あこれ使えそう、これ使えそう。あこれくっそ壊しちゃったよ自分で。まあどの道拾うもんじゃないんだろうけど。ダメだこいつにゴリ押しはダメだ。もうちょい戦略的に戦っていかないときつい。やめて。もうあやべ。いってー、やっぱやべえやこいつ。やめてやめて、くっそ。よしここも避けて避けて。よしよし聞いてる聞いてる、いよいよやばい。うわあまあひるまなければいい。くっそマジか。どんだけくるくる回るやん、目回んねえのか。これきついわ。パワースピード系が一番厄介だわ。パワー系より。あ、オッケーオッケー。今みたいに背中にダメージを与えることができるんだったらクソでっけえな。つかませろお前。クソ。もうちょいでとりあえずあと2周で。もう2段、次第2形態ぐらいに動きそう。あ、来た。
え、相手の必殺技かこれ。あー、やばい、危ねえ。そうなんですよ、ここ第二形態っていうかステージが変わるんですよ。めっちゃ落ちてる。これは俺にも運がいい。待ってたぜこの時をよ。いいねこの場所、まさに死闘って感じで。ああ、ただ相手もパワーアップしてますからねこれ。ラットゲもう一発、よし。全然食らわねえ。銃とか落ちてなかったっけなここ。まあいい、なんか適当なものなんかないか。これでいいや、この可変で。くっそ、俺の破片が。やめてやめて、うわやべえ、倒れたからもう隙が全くねえ。食らっとけこれおい。イエーイ。避ける、ここはウィービングで。よし、オッケーオッケー。いや完璧、今の避け方。食らっとけこれ。おい立てや、おい、やばい、それやめて、やめろやめろやめろやめてくれ。くっそ、これで、ね、あーくっそ、今いい感じだったのに。これはこれで、よし、破片しかないんだ落ちてんの。あでもいけるわ、いけるいける、うん、この調子だったらいけそう。オッケー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 、よしよしよし、相打ち、やばい、ちょっと引く、うわーガードしてるのも無理なんか、やばいやばい、ちょっと回復しよう。やめて、だーれ、くそ、やっぱラッシュにしよう。うわあっぶね、きし、このあともう一段階進化があるはず。オッケーオッケー、あーくっそ、今のチャンスちょっとものにしたかったが、まあまあ悪くない。オッケーオッケー、来た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 、よし、うわマジか、やめてやめて。泡吹いてたけど大丈夫ですか桐生さん。死んだかと思ってちょっと今一瞬焦ってよ。やめてやめてやめて、危なっ、死ぬかと思った今。よし、てめえ、くそい、たまにはちょっと石を使って攻撃するか。やめてやめて、でよし、もうちょいだ。これでも食らっとけ。オッケー、だけど全然食らってねえな。これ残しておこう、ラッシュモードで。オッケーオッケー、避ける、ここは避ける、スウェーデン、やばい、距離取れ距離取れ、よしよしよし。で避けるとこれゲージが溜まるのマジでうまいな。いやここ避けて、オッケーオッケー、さっきのトラックのミニゲームに比べたらこっちの方が断然簡単よ。オッケー、いやもう完全にもう、うん、いけるわ。ラッシュモード強いわこれ、うん、タイマン安定だなこれ。これ避ければだってゲージがクソ溜まるもん。
オッケー。これ避け放題だもんな。かけ放題ならね。やばい。一回避けて。くそ。よし。背中が狙いが。うげ。余裕だぜこんな。これ避ければ、当たんなければ余裕。やばい。ちょ回復しようか一回。でもどうしようかな。これ使いたい。タフネスインフィニティどっかのタイミングで。やばい。ちょっと回復しようか。もうここでこれ使っちゃうか。もったいないけど、これで全回復。まあちょっともったいない感あるけど、ちょ、お前殴りすぎ。ふざけんなよ。オッケー。確実に効いてる。うわ、お前させねえぞ、そりゃ。うわ。ヒートアクション最大ゲージのこの極みはどんな味よ。よし。いや、真島の回復やばいね。めっちゃ今回復速度が速かったっすね。さすが兄貴だ。俺自身も目回りそう、これ。あっぶね。よし。よし。やばい、この後ろに。OKOK。後ろに回り込むの安定。やめて。いって。だいぶ追い込んできたな。だが。いった。もう蹴り上げすんなよ。もうちょいだ。もう早く立て。諦めんな。ちょ、手が疲れてきた。つって投げ。マジはもう根性比べはもう割と行こうじゃねえか。やばい、ここは杖で避ける。やばい、ちょっともうちょい距離が。だあ、いける。よし。やばい。オッケー。もうそら、もう死んでよ、お願い。もう死んで。ちょっと一回。ここに岩が。これ使う。これ食らっとけよ、お前。久々の岩を味わいてえだろ。もうちょいだ、もうちょい。最終決戦が終わる。これで、これが終われば12勝だ多分。オッケー、背中当てていく。最後岩で決めたいですね、これで。あばよ、しんどけ、お前。OK。 やっと終わったわ。ほんまごついね。お前がお前だよ、ごついのは。いや、長かったね、疲れたわ。なんとか一発でクリアしたわ。あの女がアケミか。あれ、シンジの遺骨かな。やだな。だってさ、風間のおやすさんの居場所が分かった。どうだ。芝浦の不当だ。大海連合の寺田って男が。芝浦工業大学。連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやすさん預けた相手だ。
信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。足りねえだろ。ああ、まずは寺田ってやつに会いに行く。風間のことをかくまってる。行きましょうか。近江連合が絡んでると。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を当たってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと。マジで？あ、じゃあなんか戦闘があるってことじゃん。買ってくるか。ちょっと一回買ってくるわ。あの回復薬買ってくる、薬局で。やー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 、ちょっとねお薬吸いたいからね。ああ腹減ってきたな。なんか食いたいっすね。コンビニ来て、リアルの方で。ああ久々の長時間配信だな。腕が鳴るぜ。今日ストーリー最後までクリアしちゃいたいと思います。うん、とりあえずそっからですね。サブミッションは戦闘の前に小クリアだからセーブできるで。あ、そうなんだ。いらっしゃい。一応買っときますわ。ここで5時間、5時間しかやってないんだ。まだそんなもんか。いらっしゃいませ。あー、なんか買ってくればよかったな。どうせだったら今日何も食うもん持ってきもうないんすよ、冷蔵庫に。なんか買ってくればよかったわ。腹減ってきた。ホラゲの長時間配信はねちょっと無理だわ。もう2時間が限界だわ。よし、やりますか。長時間配信してるときってさ、やってる人はともかくさ、見てる側はさ、なんかさ、寝落ちだとかさ、寝た後にさ、起きてさ、まだやってるっていうさ、なんか安心感。わかる？ああ、この人まだやってるよ、みたいな。うん。生配信ってさ、ちょっと残念なことにさ、リアルタイムじゃないとさ、見てもらえないからさ、よっぽど好きな人じゃないとさ、アーカイブとかさ、見てくれないからさ。まあそこがちょっとあれなんだよね。まあ俺が龍が如くやるっていう機会はね、なかなかないですからね。俺がいつか、ちょっと、長いこといろんなゲームで配信だとかして、ちょ、振り返るのにはね、いい機会だと思うわ。時間が経った後に、振り返る機会があれば。耐久配信は公民に限らずアーカイブ見るのだるい。まあ、これは別に耐久じゃないでしょ。うん。これは全然耐久っていうか、ストーリーを楽しむ上で配信してるからさ、初見の人にも分かりやすいと思うけどね。うん。芝浦に行く準備はできたのか？まだだ。準備できた。あ、もう作業用 BGM でも見てくれるだけでもすげえ嬉しいっすよ。うん。行きましょうか。そうか。気をつけていくよ。まあ、途中途中俺の沼プレイがあるかもしれないけど、ちょっとさ、腹減ったからさ、カントリーマーム食べるわ。うん。カントリーマーム一つだけ食わして、ココア。キ
キリュウがボコられるのを楽しむ配信だぞ。何言ってんだよ。